53番を次します。今度は漢字がかなりたくさん入ってます。それに間違いやすい漢字が多いのでしっかり勉強してくださいね。じゃあ53番見ましょう。父はこれは知ってますね。有名な画家、画家は絵描きさんのことです。画家の絵を数多く集めています。皆さんこの父という字をね、その書き順間違う子が多いんですよ。きっとこういう書き順をする子おるんじゃないですか。先に歯はいいんですが、その先に口角あるん違いますか。これは変な字になります。必ず歯を書いたら次のを書いて最後が払いです。だから書き順は歯の払いと覚えておいてくださいね。歯の払い、逆に書かないように。それから次、有名の有、これは音読みで言えば皆さん知っているかな。神戸に有馬温泉ってあります。これあるとも読むんですね。皆さんの友達の中でも有本君とか有川君というので、こういうのをこの漢字を使っているのありますね。あるという字、これを書き順また間違う子があります。絶対に一から書いてはいけませんよ。これはこれいけない。必ず能から書きます。能一、それから次にここ月という字を、これを書いてはいけません。これは間違いになります。まっすぐ書くんです。下まっすぐ、いいですね。これを間違えないようにしてください。縦にまっすぐ書きます。ちょっといっぺん皆さんで書いてみましょう。の1、縦棒、鍵、跳ねて2です、ね、このように覚えておきましょう。でないと形が全くこれ違ってしまいますね。それからちょっとここ注意してください。のと1とどちらが長いかよく見てください。ほら、1のと書いた場合にどうしてもこののが長くなりすぎますね。これは必ずのの方を短く書く。これどういうことかいうとね、皆さんの習った字で言えば、あの右とか左ありますね。右それから左、この時筆順違うでしょ。右の時はの1口と書きます。左の時は1のえと書きますね。これのどちらもこののどちらも、右の場合にはこの手を出してこの手をこう曲げますね。右手で大体掴むものは、口へ運んでいくものはおにぎりとかパンとか芋とか食べるものが多いですね。だから最初に右手で指で、これ指です、指でキュッとつまんで、そして腕を伸ばしてこう曲げてきて口に持ってきて食べる。だから最初指の方からこれ錯覚ですね。指とか、左手はだいたい物を使うみたいな物差しのようなよく使いますね。例えばこういう物差しがあります。物差しをこう使う。その場合には初めに左手でこう持ってね、左手で物を使うでしょ。こう左手で物を使う。そして右手をぐーっと伸ばして物差し、工作の道具なんかをギュッとこう押さえますね。こういうが押さえる。だから初めに指で押さえるから、この指に当たるところを先か、これが指に当たります。ここのところが指になりますね。こちらの方は指に当たるところが指に相当するところが脳の方です。だから指の方が短いでしょう。どちらも腕の方がどちらも長いでしょう。これが腕、こちらはこちらが腕になるね。腕の方長いですから指のところを短く、腕になるところを長く、この有馬の有、有名の有もそうです。指のところを短く、それから腕の方を長く書く。必ず脳から書くように間違えないでくださいね。よくこれ間違うんです。だからここはこれは長く書いたらダメ、ここは跳ねるようにしてはダメ、まっすぐダメ。次によく間違う字はね、これですね、この画家の画です。これを皆さんの中でもよく間違うのはこういう字を書きます。突き抜ける子があります。突き抜けてはいけません。必ず上はここから止めます。ここの筆順が難しい。これがこれをこう書いてはいけませんよ。さっき長書いて、そしてあと火書く、こういう書き方してはダメですね。必ず1書いて、そしてまずここを
四角の枠を書いて、それから上の位置からここまでつないでくるんです。そして中を2で止めて、あとをここを受け箱と言います。箱の中にパチッと入れる受け箱と言いますね。これを覚えておいてください。この下の字は受け箱と言うんですよ。それから次に、画家の家、家という字ですね。家の間違い、こう書いてはいけないですよ。これは家の上がこう、屋根のてっぺんがこう曲がっていたら、家が雨漏りしたりしますから、必ずこの上はきちっとこう、屋根のてっぺんはこう揃えましょう。そして次によく間違うのはこれです。これが多い。これは、このすぐ前に勉強した太陽のようね。あの太陽のようの時にこういう字、こういう字書きましたね。あ、ごめんなさい。太陽のようの時には小里辺書いて、次に日書いて、位置書いて、その次にここをきちっと角張って書きましたね。これと同じだと思って家いう字を書いてはダメです。家の場合のこれはね、これは何を表しているかというと、豚とか、豚の、背中を表しているんですね。豚の背中はこんな角張ってません。丸くなっているでしょ。だからこれ豚の背中は丸く書こうで、こう丸くふっくらと書きましょうね。そしてのーのーって、これこういうところ足を表してます。尻尾を表してます。こういう具合に書いてくださいね。ここを角張ったら間違いです。ここを斜めにはしない。ここは角張ってはダメ。こういうことに気をつけて、画家の家、家という字を正しく書いてくださいね。だから A という字はここをちょっと間違うことがあります。間違いは糸辺の書き方です。これを跳ねてはいけません。糸辺は跳ねてはいけませんよ。この糸辺はここはそのまま止めておきましょうね。そしてこちらの方は合うという字、必ず上はきちっと合っておくいうこと。これを離してはいけません。これをしてはいけない。ここは離してはいけない。それから先ほど数は言いましたね。これを変なこんな数いう字は書かないでくださいよ。よく悪い癖がついちゃって、こう書く子がおりますが、いけません。あるいはひどい子になると、こういう書き方をする子がおる。これは歌いう字の時です。あくびとか言いますね。これ、あくびとか、欠席の欠、欠けると言います。この作りを変えてはいけません。こちらはの文です。正しい字は必ずの文書く。米に女。米を研いでる女の人がいっぱい、これは叩くという意味なんですね。このの文というのは。必ず一の、いや、の一の払い。の一の払いと覚えてくださいね。さあ、先ほど出てきましたね、進む字の時にやったこれ。これを、フルトリと言います。フルトリ。覚えておいてくださいね。胃の腸酸って、ね、教えましたね。胃の腸酸。これは、尻尾の太く短い鳥のことをフルトリと言います。尻尾の長い鳥は皆さんも2年生習ったこの鳥ですね。これは尻尾の長い鳥。これは尻尾の短い鳥ですね。この尻尾の短い鳥で、それの小さいのがいっぱい集まってきたら、これ何ですか？ほら。尻尾の太く短いの小さいの、これがスズメというんですね。でそれが木の上にいっぱい寄ってきたら、これ集まるという字です。だからこの集まるという字は必ずこのように間違えないように書いてください。さあ、それでは、53番、これを漢字交じる文に書き直してみましょう。じゃあもうできますね。テープストップしてやってください。どうぞ。